1942年3月の駆逐艦、雷艦長時に、スラバヤ沖海戦で撃沈されたイギリス軍艦の漂流場組員422名の救助を命じ、実行させた人物として知られる。最終階級は、海軍中佐。山形県東沖北郡、八代村で、農家の工藤七郎兵、金の次男として生まれた。山形県立米沢中学校を経て、 1920年、海軍兵学校に入学。同期には、大井厚志や佐根松譲、豊田熊を、小園安明、有泉隆之介などがいる。88艦隊構想のため、海軍兵学校は、第50期から第52期までは、入学定員が300名に拡大されていた。1923年、海軍兵学校を卒業。 その後、オーストラリア・ニュージーランドなどの南洋方面遠洋航海に出発するが、その練習艦のうちの一つである岩手の艦長に後に、海軍大臣、総理大臣を経験する与内光正がいた。遠洋航海終了後に、京準洋艦、夕張に配属された。1924年10月に、戦艦、長戸に転属、同年12月に、海軍少尉に任官。以降、 水雷学校、法術学校の学生を経て、1926年に海軍中尉第2号総改艇のリクミとなる。1927年、駆逐艦、椿に、転属。1929年、駆逐艦、旗風の公会長となり、カムチャツカ方面の警備を担当。1930年に、慶順、玉、翌年に、水雷学校高等科で学ぶ。 1932年に、水雷学校を卒業し、以後、駆逐艦、桃水雷町、十二洋艦、鳥海分隊長、駆逐艦、さぎり水雷町、軽巡熊水雷町、京淳、玉水雷町、軽巡伊すず水雷町を歴任する。1937年、海軍少佐に昇進、翌年7月1日に駆逐艦、立風艦長となった。 同年12月1日に艦長を交代し、1940年陸上勤務となり、海軍法律学校教官、横須賀陳守府軍法会議藩士を務めた。同年11月1日に駆逐艦、雷の艦長となり、そのまま太平洋戦争を迎えた。駆動が乗務する雷は第六駆逐隊に属し、太平洋戦争開戦時には、両艦、伝と共に、 第二次開艦隊に属し香港の戦いにて、海上封鎖を行った。その後、戦艦、春名を機関とする港部隊本隊、東方支援隊に入り、ライン作戦等の南方の諸作戦に参加した。1942年3月1日のスラバヤ沖海戦では、友軍と共同して、イギリス海軍の重巡洋艦、エクセターや、 エンカウンターを撃沈するなどの戦果を挙げる。翌3月2日、航行中の雷は、恐竜者を発見。彼らは、前日の総統選で沈没したエンカウンター等の乗組員であったが、艦長の工藤は、おい、助けてやれよと一言発して、救助を指示した。敵船水管などからの攻撃を受ける危険を、犯しながらも3時間にわたり、行われた救護活動の結果、 雷は乗組員に倍する422名を救助した。工藤は救助した衛士官に英語であなた方は日本海軍の名誉ある品格であり非常に勇敢に戦ったとスピーチしたという。翌日、バンジェルマシンに停泊中のオランダ海軍の病院船、オプテンノールに捕虜を引き渡した。その後、雷はフィリピン部隊に編入され、 さらに第一艦隊に編入しない地機関を命ぜられた。5月20日には第五艦隊の指揮下に入り、アッツキスカ攻略作戦に参加した。工藤は1942年8月13日に駆逐艦、響き艦長に就任11月に海軍中佐に昇進した。響きでは海藻空母、大鷹の護衛にあたり、横須賀とトラック島間を3往復した。 12月に、工藤は海軍施設本部部員、横須賀陳述総務部第一課勤務となり、翌年には海軍予備学生採用試験臨時委員を命じられた。1944年11月から体調を崩し、翌年3月15日に退命となった。戦後は、故郷の山形で過ごしていた。妻の名が開業した委員で事務の仕事に就くため、埼玉県川口市に移ったが、 1979年に胃がんのため没死した。臨終前にクラスの王位が工藤のもとに駆けつけたが、大いに貴様はよろしくやっているみたいだな。俺は独活の大木だったよと答え、その後に息を引き取ったという。工藤は同志の薬林寺の墓に眠っている。長期的平休室の事実は戦時中の国民世論の反発を考慮して、 公表されず、工藤自身も、このことを親族にも語らなかったという。講述するとおり、遺族がこの逸話を知ったのは、助けられたイギリス海軍士官のうちの一人であった、サムエル・フォール元海軍中尉によってである。さらに2006年に、恵ぐ之助が、敵兵を救助せよ、を出版したことで、世間にも知られるようになった。 身長185センチメートル、体重95キログラムといった堂々とした体育で、柔道の有段者であったが、性格は大らかで恩和であった。そのため、工藤大仏というあだ名がついたという。海軍兵学校時代の校長であった鈴木肝太郎の影響を受け、館内では鉄拳制裁を厳禁し、部下には分け隔てなく接していたことから、工藤が館長を務めていた。 蔡の館内はいつもアットホームな雰囲気に満ちていたという。決断力もあり、細かいことには肯定しなかったので部下の信頼は厚かった。戦後は海兵のクラス会には出席することもなく、毎朝戦死した同期や部下たちの冥福を仏前で祈ることを日課にしていたという。工藤が行ったスラバヤ沖海戦での敵兵救助作業と似たような事例としては、 上実の上村彦の城のほか、以下のような例がある。ありがとうございます。